今回小林さん、ご紹介させていただくのが、はい、コーヒーメーカーオーシャンリッジの自動コーヒードリップマシンですね。こちら業務用になるんですけども、ちょっと機器の特徴の説明させていただきます、はい、まずハンドドリップをご自身でやられるお店さんというのもあられると思うんですけども、今回この製品の一番の特徴というのが、まずこのドリッピングのところを自動でやってくれると、さらにそれをこのスイッチを入れますと、ここがローテーションして自動でドリップするんですけど、そのドリップする速度、あとこちらでその水量の調節ができるっていうのが一番の特徴なんですね。一度ちょっとデモンストレーションさせてもらって、ちょっとご覧いただきます。で、この一番上の方からこの蓋の説明、その上に温度計がついてるので、沸騰した温度をそのままこの中に入れていただくと、あとはもうこちらの温度計の方で管理ができます。で、最大でこれ2杯分になりまして、はい、300ml ですね。この上のところですか。はい、この白いところ、はい、スティッチを通して、あとは上のここのスケールのところで適用になったのを確認して、はい、こちらのドリッパーの方、はい、これが1、2杯分になるんですけども、この上に紙フィルターを入れていただいて、2杯分約 20g のヒーター豆を入れていただきます。あとは水平にならしていただいて、はい、でこちら下の方のポットですね。でここちょっとゴム足、これがちょっとポイントでもあるんですけど、いやこれ入れた時にこう濡れないように移動ができるので、このゴム足もしっかりとポットの固定ができると、でも移動できるからこの大きさに合わせるのってそうです。この大きさと、あとは、もしお持ちのポットでもちょっと大きめのサイズとかある場合は、はい、ゴム足の幅をちょっと外側に広げることで、どのサイズでも合わせることができる、はい、もう一つはここのドリッパーの高さですね。3段階こちら調節できるので、ある程度ドリッパーの大きさまでも対応ができるようにしている。では実際ちょっとこちらの方を自動ドリップしていきたいんですけども、はい、まずこちらつまみの説明で、こちらの右側こちらのつまみがこの回転数を調整する、今ちょうどこちら LED で光ってるんですけども、はい、こちら実際お店での見栄え、そうですよね、とあとは実際回転してドリッピングしているっていうところを、目でも分かるような形で、表示してますね。でこれもダイヤルを右側に持っていくとより早く回転します、はい、であとこちらの左側のつまみがこれが水量のスピードですね、こちらを一番、細く入れる、だんだん強く入れていくっていうのが4段階で調節ができます、じゃあ早速ちょっと入れていきますね。まずこれ、こういう形で、これが2、ちょっと流速が遅くなってですので、豆の種類ですとか、引き方、あとはドリッパーの種類に応じてこのスピードをちょっと遅くさせる、回転を遅くするということで、そういったことが自由に設定ができるので、特には業務用としてお店さんでは使えると思います。左側にこうつまみをするとお湯がピタッと止まるので、その蒸らしの時間をしっかり確保されていくときは、最初お湯を入れた時にピタッと止めて、もう一度ここをつまみを入れていただくと、お湯の量決まってるから、この蒸らしさえやってしまえばあとはほっといても大丈夫です。そうですね、はい、これいいですね、これいいです、はい、普通にあるコーヒーマシンってお湯を沸かしてくれて全部やってくれるので、あれってありますよ、ね、はい、お湯の温度が全部決まっちゃってる、あとはスピードも決まっちゃってるんで、その豆に合わせた入れ方ってできないじゃないですか。確かにそうです、ね、これはできるからすごいいいなと思って。そうです、確かに全自動だとそのもう
豆によってっていうことはそもそも確かにできないですね。おっしゃるとおり、これであればその豆に合わせた調整っていうことがこちらの方でできるっていうのが一つ特徴ですね。なるほど、いいやつか、これはいいですね、はい、ありがとうございます。やっぱりゆっくり入れすぎたりとか、なんかスピードに入れるスピードにムラがあると、うん、こうなんかえぐみが乗ってきたり逆に薄かったりとかするんですけど、これは常に一定なんで、うん、いや、ありがとうございます、はい、率直な感じです、はい、すいません。そうですね、まあ、使ってみた感想なんですけど、さすがに、はい、まあ、業務用というだけあって、あのいろんなカスタムできるのがすごいなと思います。あの2点ですか、カスタムできる、あのお湯の量と、スピード、あの回転スピードですか、あの変えられる。やっぱり業務用の今まで知ってるコーヒーマシンって、その豆によって、調節できなかったんですよ。あのお湯の量も一定だし、お湯の温度も一定だし、あのでもこれはここからね、あのお湯の温度、ここに温度計もついてますので、この温度になったら抽出しようとか、お湯のあのね、できるので、まあ、自分好みのコーヒーの入れ方ができるのかなと思います。まあ、コーヒーの入れ方が再現できるというか、放っとけば入れられるので、まあ、今までの、ね、自分のハンドリップの時間が、ね、この子に任せてもらって、ね、他の仕事ができるとかで、なおかつ自分好みのコーヒーがこれで出てきてくれれば、いいのかなと思いますけど、まあ、飲んだ感じも本当にハンドドリップと本当遜色ない美味しいコーヒーが出てきてます。おすすめできると思いますけど、そうですね、この機械、まあ、コンパクトでもあるので、まあ、業務用という割には、しかもおしゃれですよね。なんか家に1台置いときたいなという感じですね。やっぱりなんかパーティーとか皆さん、ね、お客さん呼んだ時にこれが1台置いてあって、コーヒーを入れてるシーン、ね、みんなに見せびらかしたいそんなコーヒーマシンだと思います。まあ、お値段もね、業務用って運十万とか、うん、ね、下手すりゃ100万ぐらいとかすると思うんですけど、まあ、結構抑えられてる感じなので、ね、一般家庭にも、ね、ちょっと置いときたいなっていう感じ。